では、銀座結びですけれども、まず手先ね、手先の私は輪っかの方を顔側にします。そしてこのくらいで、なんで輪っかを顔側にしたかというと、ここで折り上げたい。こうすると輪が下になります。そして左手でキュッてここが引っ張れるんですね。これ分かりますか？左手でキュッてこの角が引っ張れるんですね。そうするとこの帯を巻いていった時に自分が回りますよ。2回目を巻いた後、先ほどのこの三角の部分を引きながら、ここ分かりますかね？ここ分かりますかね？ここです。この三角を引きながら右手を引きます。キュッ。これで帯が締まります。で、下側、帯の下側、下線を持つと下が締まります。なので、左手の三角と右手の帯の下線を引っ張って帯を締めます。で、柄がちょうどいいところに来る状態にして、もうちょっと脇に寄せたかったらずらします。そして外したこの手先とこちらをキュッて引っ張ってここで締めます。で、垂れ先は折り上げて小さくしてあげて、手先を落とします。落としたらぐーっと右に寄せて真ん中で帯の近くで交差させます。交差させた時に輪が下になるようにして手先を前に持ってきます。できたらここをクリップで留めておきます。クリップない人は洗濯バサミで結構です。そうしたら動きませんからね。で、次に垂れ先を開いて、ちょっと上に上げます。で、ペタッとさせます。ペタッとさせたところに先ほどの手先を、見えますかね、折り返して持ってきます。ここ折り返して持ってきました。そして折り返して持ってきたこれを仮紐で押さえます。で、前で結んでおきます。これの、ここは仮紐の状態。そして次にこのお太鼓の柄がちょうど出るように、ここの糸目を揃えて、だいたい手をこの帯幅の分ぐらい下ですね、この辺で。これは柄にを見ながらやってくださいね。で、柄がないものや、合わせなくていいものの場合は何も考えずに、帯幅分の下から紐を、腰紐をこう真ん中で折っておきます。これをちょうどお太鼓が作る、お太鼓がちょうどいいなっていうところまで持ってきて当てます。当てたらこういう状態で、このままよいしょ、しょいます。しょったら前に持ってきて輪っかに
本通し、この輪っかに1本通し、ぐっと引いて前で締めます。でここ締めるとこの 上の線がピタッと背中にくっつきますので、ここ締めてください。あんまりきつくしないように。でこれはこの辺まで、帯のこの辺まで落とします。キュッキュッって押してあげて、帯板と伊達締めの間にしまいます。脇までこの仮紐はしまってあげます。そしたら今この仮紐をかけたここですね、この分かりますかね、ここに帯揚げを3つに折って2つに折るか4つに折ります。これの真ん中、輪が上になるようにしてこの中にこう入れます。分かりますかね、輪が上で脇から前に持ってきます。前に持ってくるときに3つ折り2つ折りもしくは4つ折りにした輪っかのところに人差し指通して脇まで持ってきてあげると綺麗です。でこっちも3つ折り、さらに2つ折りにしたものもしくは4つ折りにしたものを整えて脇から前に持ってきてあげます。これは入り口でも結んでもいいので後で処理します。で長い方はこのまま入れてしまって、ここはふんわりさせといて結ばずにここ少し残します。指1本分残して、あとは中にしまってここでキュッて中に入れてあげて、あとは帯の中にきれいに帯揚げを入れてあげます。脇まできれいに入れてあげます。見えるかな、こういう感じ。そしたらここで仮紐は取ります。仮紐を取ってしまって、今手先を整えます。手先の角が出るように、ちょうど両方から角が出るように自分でこうして整えます。整えたら今度は先に垂れの部分、ちょうど帯下、後ろの帯下から指、人差し指1本分がちょうどいい長さって言われてますけれども、そのぐらいをこの辺かなって当てたら仮紐で押さえます。今どういう状態かというと、こういう状態見えますか、こういう状態で、ここで仮紐を留めておきます。そしたら次はこの中にこの余った部分をしまうんですけれども、この帯揚げを通します。帯揚げを輪っかに通して、で輪っかに通したらここ 帯締めは触らずに、帯締めはこう落とすんです。ここに分かります。でこれを1回で上げてもいいし、調節しながらちっちゃく巻いてもいいんですけれども、最後に帯締めが、一番下側に来るように、
分かりますかね、ここにして帯の下線ですね、ここに帯締めが来るようにして、帯の下線から前の帯の真ん中よりちょい下を目指して上げてきます。そしたら左が上で交差させキュッ結びます。結んだら一回これ両方持ってここ押してもう一回キュッて締めてあげます。あとはシワを手で木に寄せながらここで帯締めを結びます。結んだら上から下に、そして房が上に来るようにですね、上から下に、房は上に来ます。そしたらこの中身に入れた部分を手を入れて真ん中が三角になるように、ここが三角になるように帯の羽を後ろ側を背中から離すように、手はこういう動きです。ここを膨らませてあげます。ここ手を入れて、ここに帯締めが来てるのが分かります。自分の手で手繰ってあげると帯締めが最後にここに来てますから、ここがこの線になるんですね、下線になります。角といってこのリボン出てるところの形を整えてあげたら、仮紐を外しておはしょりを整えます。おはしょりの出方がいいかな、脇が綺麗に入っているかなっていう、ここね、ここを綺麗にしてあげて、シワがあったら後ろに、このタレの後ろにしまってしまいますからね。出来上がりです。いかがでしょうか。銀座結び